1975年度撮影。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成写真右下に新築移転して解消したばかりのホテル仙台プラザが写っている。ホテルの右には西木町公園と1998年まで存在した仙台市レジャーセンターが写っている。 その他、写真中央に高等大通りのクランク解消前の高等大公園、写真左上に仙台市役所、中央上に高層ビル構えの宮城県庁舎などが写っている。なお、当写真は仙台市電の営業最終年度に撮影されており、停前寺通りの高等大通りより、東側の平洋軌道区間には現在のような街路樹が植栽された。 中央分離帯がない。ホテル、仙台プラザは、宮城県仙台市青葉区本町にかつてあったホテル。地元では、プラザホテルとも呼ばれていた。仙台市都心部北部に位置し、定前寺通り、あたご上杉通、東二番町などの幹線道路に近く、西木町公園や江東大公園に隣接する。また、宮城県庁舎、 仙台市役所などの観光庁外に近く、国際会議対応の大宴会場を含め複数の宴会場があり、地元政財界の大規模会合にも使われてきた。斉藤法音会館が、当ホテルの仮想会と外観を統一し、連接して立っていた。跡地は、隣接地も含め、NHK 仙台放送局の新社屋として2018年2月に、業務開始された。 1887年12月15日、日本鉄道本線が仙台区に開通するのに合わせ、仙台停車場前には、旅館やホテルが、次々開業した。開通度年に、旗後、大泉屋が支店を、旧、仙台ホテルの場所に開業。翌1888年には、日本鉄道が、道の区ホテルを駅前南町通り角に創業した。 さらに1890年3月19日、仙台停車場構内に、日本鉄道が仙台道の区間を開業。1892年7月21日には、仙台駅前広場北側に、日本鉄道が純和風の旅館を建て、こちらを、道の区ホテルとした。道の区ホテルは、青木助三郎に売却されて、道の区別館青木ホテルとなり、現在のホテル。 仙台プラザの端緒となる。なお、1896年には、同ホテルの北側隣接地に、東北地方発の洋式ホテル、仙台ホテルが開業した。1945年7月10日の仙台空襲で、道の区別館青木ホテルは被災したが、翌1946年に青木ホテルとして再興された。占領期には、新中軍のキャンプ仙台、 キャンプシンメルフェニヒ、キャンプファウラーなどがあったこともあり、GHQ、スキャップ鉄道司令部のハス向かいにあるとホテルは、全国に8つしかないバイヤーズホテルに指定された。1951年には、東北地方発の国際観光ホテル整備法登録ホテルとなる。1960年、鉄筋コンクリート構造9階建てのビルに改築し、その3フロア分に入居。 これを機に、仙台セントラルホテルと解消した。1975年に現在地に移転新築し、東北初のシティホテルとなる。これを機に、ホテル、仙台プラザと解消。同年12月27日に、政府登録ホテルに再登録された。2007年2月、ミレアホールディングス参加の東京会場。 日動火災保険の関連会社である MRM ホテル特定目的会社に29億5000万円で土地、建物を売却しリースバック方式で営業することになった。また、2009年にホテルの建物を取り壊しミレア HD 関連会社が同地に新築する商業ビルにアップスケールして入居し直し仙台一番町プロジェクトに進出する 外資系ホテルなどに対抗して営業を続ける計画だった。しかし、2008年9月15日に発生したリーマンショック以降の世界同時不況により計画がとんざ。東京会場 HD との間で賃料や条件面について断続的に協議が続いていた。2011年3月7日、賃料不払いを理由に再建が差し押さえられたホテル側は 契約化などを理由に、同年3月25日をもって閉館すると発表を。宴会など、約400件がキャンセルとなり、非正規を含む、従業員、全180人を4月6日付で解雇することが、決定された。3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生すると、隣接する西基町公園に避難していた、保育園児や帰宅困難者等を、 ホテル内に招き入れ、布団、毛布、食事の提供を続けたが、3月13日朝に避難者に退去してもらい、午前10時に前倒しして閉館された。8月1日までに、当該ホテルは仙台地裁に自己破産を申請、倒産した。負債総額は8億円となっている。ホテルは2012年に解体され、 NHK 仙台放送局の新社屋が建設された。車寄せ及び駐車場は停前寺通り側にある。ありがとうございます。